こんにちは。こんにちは。辻陽子です。今日はね、ゲストの村松大輔先生をお呼びして、一緒に対談を取りたいと思っています。はい、皆さんよろしくお願いします。陽子さんのチャンネルの方々、はじめましての方多いと思うんですけど、よろしくお願いします。ね、ちょっと村松大輔さん、大ちゃん先生がどんな人かっていうのをね、うん、ちょこっと私からご紹介すると、群馬県に、ね、今、はいいるんですよ。はい、そしてね、塾をやっています。進学塾、うん、そうね。学習塾ですね。学習塾。学習塾の経営をされてます。うん、はい。で、まあ、そこからね、発展して、社会人の人向けにね、うん、量子力学。ちょっと難しいんですけど、大学で学ぶような物理学ですね。まあ、アインシュタインって言ったら。そうね。わかりやすいかな。そうですね。うん。アインシュタインの世界ですね。うん、まあ、こういうようなことから、うん、私たちの意識の高め方とか、意識の使い方。うん、そうね。あと、まあ、はい、人生をね、どのように、さらに幸せに謳歌していくか。うん。うん、ね、まあ、そんなようなことをね、はい、セミナーで教えてらっしゃる。はい。そんな大ちゃん先生です。はい。まあ、なんか、仲良くさせてもらって嬉しいです。こちらこそね、ありがとうございます。もう長年、もう6年ぐらい。そうそうそう、気がつけば。ね、ずっと前から、2016年からなので。うん、そうです ね。で、うん、今日はね、はるばる大阪まで来てくださって、私の撮影スタジオで撮ってます。はい、嬉しいです。ね。ね。もじもじしてきます。緊張する。何をおっしゃる。うん。でね、今日のこのテーマなんですけども、うん、霊気をね、うん、科学的に説明してほしいっていう受講生さん結構たくさんいて、うん、はい、ありがとうございます。陽子さん、量子力学的に語ってくださいっていう人もいっぱいいてね、うんうん、でそのうちそういう動画も作りたいなって思ってたところに、おとつい、うん、そう、大ちゃん先生が、うん。金曜の夜ならどうみたいなのでね。ダメ元やけど、うん、大阪行くけど、そう。みたいなね。うん、そんな感じで、今日に至っています、うん。なので、もうどうせだったら、普段から量子力学のセミナーやってる大ちゃん先生に、いろいろ聞いちゃうかなっていうね、うん。私が語るよりさらに分かりやすい。いやいやいや、はい。まあそんな感じですね。ね、まあちなみに大ちゃん先生本出してるでしょ。うん、そうですね。うん、はい。本ね、今4冊、まあ協調が1冊と、あと3冊は自分の、うん、本で出させてもらっていて。一番最初のが2018年ですよね。よく覚えてますね。その通りです。ね、うん、うん。自分発信で願いを叶える方法っていう三幕さんで出させてもらって。うんうん、その後、2020年に日本ホリスティック医学協会っていう統合医療、自分の体のパーツではなくって、エネルギーですよっていうのを、小別良一先生って方がね、されている小別良一先生と私との対談本っていう形で、波動とエネルギーのレシピっていうのを出させてもらっていますね。うんうん、ありましたね。はい、ねえ、はい。とうとう4冊出てますね。ねえ。そうですね。で、今日2020年に2冊トントンって出させてもらって、2021年か。うん、で、なんと、今年の夏に、またサンマックさんから、5冊目を出させていただくので、再来週、取材という形で、ね、させていただく形で、本当に。ありがたいです。いや、大ちゃん先生、ね、私もね、うん、今年は、とうとう、そう。日本霊気協会から霊気の本を出そうと思っててね。なんと素晴らしい。で、そこから霊気辞典っていう本を出そうと思っていて、うん、今絶賛執筆中なんですけどね。うん、まあ、その中で一章、うん、その霊気を科学的に解説するっていう章があって、うんうん、そこ今1ヶ月ぐらい苦しんでてね。なるほど。ほんで、もう、おとつい、そう、うん、もう、原稿がね、なんていうかな、オタクやからね、あれも入れたい、これも入れたいってなったら、一生分じゃなく、もうめっちゃ膨らんで、もう、一冊も入れて。どうすんのみたいな。いや、もっと簡潔に中学生でもわかるように、なるほど。霊気を量子力学で伝えたい。これはもう大ちゃんと電話で喋って、うん、それ録音しといて、文字起こししたら、この衣装すぐできるやんって思ったら10分後に。あ、そうだったんだ。そう、連絡くれたの。それが。そんなタイミングで。そう、滋賀まで行くから、ついでに大阪まで行ったら会えるみたいな。ねえ。来た。ねえ。というわけなので、今日はね、ちょっとね、霊気とね、量子力学って非常にやっぱり、うん、私的に、うん、うん、こう、私はどっちかというと、科学で知りたい人、納得したい人。まあ、それでね、6年、6、7年前、大ちゃん先生のセミナーに学びに行ったんですけど。ね、ありがたいことです。まあ、その時に本当に、すごいもう、あ、これ霊気まんまやんって、やっぱり、私としては手応えがめっちゃあったので、
今日はその辺をね、うん、見てくれてる人にも分かるようにっていう。そうですね。そうですね。そんな趣旨です。はい。はい。はい、じゃあそんなわけで、うん、まず霊気で言うとね、何を教えているのか。うん、あの、霊気というと、うん、ヒーリング、うん、気功療術のようなもののイメージを持っている人が多分世の中の9割です。うん、で、もっと言うと、うん、その辺の道歩いてる人は、まだ、うん、霊気の霊の字も知らない人が大半です。そうね。うん。まあ、日本発祥のものなので、そうだよね。そんな感じなので、うん、私としては、どっちかというとね、その、見えない世界が好きな人にももちろん知ってもらいたいけども、うん、道歩いてるおじさんにも知ってもらいたいんですよ。うん。うん。うん、でね、それはね、ヒーリングとしての霊気というよりも、うん、私たちが発している、まあ、霊気の本では意識波動って言ってますけども、まあ、オーラというか。なるほど。これをね、コントロールする方法です。100年ぐらい前に、この薄い式霊気っていうのを作った薄いさんっていう、岐阜県出身のね、人がいてはって、このミカオちゃんがね、薄いミカオっていう人が、ミカオちゃん。ミカオちゃんは、京都の鞍馬山で断食修行してて、ほんで、突然なんかね、降ってきた、みたいな状態で、まあ、何かこう、得得しはったんですよ。ほんでね、まあ、霊気っていうのは、薄井先生が生きてるもっと前から、日本では非常にポピュラーな民間療法、まあ、気功療法として使われてたので、うわ、なんか霊気できるようになった、ってなったんだけど、その時同時に、こうなんか降りてきはったんですね。で、それはね、宇宙のどこにでもある、無から有を生み出すときの根源的なエネルギー。無の側、から、物質や現象が生まれてくる。この生まれてくるってことは絶対エネルギーの働きがあるわけでしょ。そうでなかったら生まれないから。このエネルギーが宇宙のどこにでも充満してるよと。で、宇宙って言ったら大気圏の外みたいな感じだけども、この辺の空間も、宇宙の一角じゃないですか。この地球も宇宙の中にある。だから、要は大気圏中にどこにでも存在している原初の根源的エネルギー。これが全てのものを生み出す原初になっている。これとね、私たちの体の中でエネルギーとして、巡っている、この心臓を動かし、自律神経を整えている、このこっちの生命力、活力。まあ、外側を便宜上、宇宙霊気というならば、体の中の方を体内霊気。この体内霊気を宇宙霊気に周波数を合わすんですよ。共振共鳴を起こす。そうすると、私たちから発信するこの意識波動が、めっちゃ絶妙ないい感じになって、この状態をもってして、この宇宙霊気取り入れて中継した先が手やとしたら、そばにいてる人にはこのように手当てする。で、遠く離れた人にも時空を超えてエネルギーを送ることができるよっていうのが霊気なんです。なるほど、なるほど。すごいわかりやすい。わかりやすい。なので、まあ私としては、ゼロポイントフィールドって呼ばれてる、その次元のエネルギー、この三次元のエネルギーじゃない、もっと高次元のエネルギー。こう、エネルギーやのにピーッとね。そうね。そうね。普通エネルギーはこう、心電図のように波打ってるけど、ピーなエネルギー。これをゼロポイントフィールドとか、まあ、便宜上スピリチュアル業界ではエネルギーやから、ゼロポイントエネルギーって言ったらね、物理学者の人は言わないですよね。物理学者はまだゼロポイントフィールドっていう単語にはなってなくて、ですね。で、じゃあ、いいですか？はい。はい。今、宇宙霊気と体内霊気と初めて意味が分かって、ぐらいの霊気の知識がないんですけど、でも今聞くとすごくこう合致していて、で、私たちも空気もね、この皆さん見てるスマホもパソコンも全部原子で素粒子でできてて、で、素粒子はもう発見されている17種類あって、で、素粒子を生み出す根源のエネルギーが、このゼロポイントフィールドって宇宙中に広がりゆくし、私たちの体も全部素粒子で、空気も素粒子で、ここも全部ゼロポイントフィールドなので、この物理の世界では宇宙のエネルギーのもとと体のエネルギーのもとは分けてないんだけど、全部一緒で、ただ、まだ量子物理学の根源側は、素粒子が
何もないところから突如として現れて、何もないところに突如として消えるっていうレベルで、その何もないところっていう表現までしか言っていないのが現状。で、アーヴィン・ラズロー博士とかがゼロポイントフィールドっていう表現をしているのが何もないところ、無のところ。で、さっき横さんが言った波がピーっていうのはめちゃ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 細かい振動すぎてピーってもう何にもないよね。でもよーく見ると見えないレベルでよーく見るとすごい微細振動をしているような状態だと思うんですね。まあ、エネルギーですか？うん、そうね。そうですね。で、そこから素粒子がこう生まれてきて、生命の意識のエネルギーが体内に影響。それが、アルバート・ポップ博士という方は、フォトンって言って、人間とかいろんな生き物が飛ばしている意識、嬉しいとかムカつくとか、おっしゃこれやるぞとか、っていうのも全部フォトンっていう素粒子で、ラジオとかスマホとか人間の意識とか周波数帯が、ヘルツが違うだけで、全部フォトン。で、このフォトンのうちのおそらく今聞いた話だと、人を本来は振動数を上げてくれる側の癒しの側の振動数が高い意識のフォトンを霊気って言うんじゃないかなと。で、量子力学に戻ると、フォトンって意識をゼロポイントに照射すると、そこからその物質化現象が起こるというような形なので、それが、陽子さんが言ってる宇宙霊気と体内霊気を合わせる、祭り合わせるような感じになるから、宇宙霊気がゼロポイントフィールド側に近い側で、体内霊気が人間のバイオフォトンの振動数が高い側になるんじゃないかなっていう感じですね。ただ学術的に私も霊気を調べていないので、どこまで大学で研究されていて、それが素粒子が何なのかっていうのが、は、ちょっと私もわからないんですけど、聞いた話でいくと、フォトンの側の振動数が高い側。で、フォトンの中でも、意識が低い側でムカつくとか許さないとかっていうのもフォトンになるけど、それはおそらく霊気ではないですよね。そうですね。霊気とは言わないというか、まあ、体内霊気ではあるんだけども、ね、その周波数だと、多分そのゼロポイントの周波数と、合いにくいんかな。そう、そうそうそう、そうね。そうですよね。そうなんですよ。で、共振共鳴したことを、霊気業界用語では、霊気とつながるっていう表現をしたり、あとは宇宙霊気と体内霊気の響き合いって言ったりしてます。なるほど、なるほど。響き合いなんかもね、コーヒーレントとか。そうですね。うん、ね、響き合い、そうですね。バイオリンとかゼロが本当に非常にいい響きをしていて、一つの曲が聞こえるような感じ、コーヒーランとコーヒーレントっていう響き合うっていう状態よね。ですよね。ですね。うん、だから、霊気を科学で言う素粒子、量子力学で言うと、この、まあ、ゼロポイントフィールドが今の聞いた話だと、この宇宙霊気の側。で、ここにもあるし、そこいらっしゃる全部が宇宙霊気で、体内にも宇宙霊気はあるっていう表現になるんですか？体内霊気を宇宙霊気に共振共鳴させる感じです。響き合わせる。中の方を外に合わせる感じです。じゃあ、この体の中には宇宙霊気はないというか。響き合った時に、私の感覚ですけどね、主にこの頭頂チャクラから入ってくる感じがあるんですよ。実際入ってきてるのか、その共振共鳴を入ってきてるように体感してるのかはちょっとわかんないけど。なるほど。なるほどね。量子力学で言うと、全部が宇宙、体の中も宇宙でゼロポイントフィールド、素粒子が生まれくる、これも素粒子だから、素粒子が生まれるためにはゼロポイントがなきゃいけないので、全部ゼロポイントフィールド。ですね。で、アインシュタインはそのゼロポイントフィールド側を、まあ、この世の中に存在する最大の力とは言っていて、で、すべての元の、この生み出す根源側で、そこが神様フィールド、宇宙を一つの方程式に表すことができれば、それは神の心を表すことと同じだっていうふうに、アインシュタインが言ってる。まあ神様の仕組みが、宇宙の仕組みを神っていう表現をしているんですけど、体の中もその仕組みが働いて、重力があるからは座ってられる。で、食べて新陳代謝をする。で、いろんな血液の周波数とか、心臓の周波数とか、脳みその周波数とかがあって、それでコーヒーレントを起こして生命活動をしているっていう仕組みが、神が働いてるっていうふうに、アインシュタインが表現していて、で、なので、
宇宙霊気と体内霊気を、まあ、量子的には分けてない。でも、霊気の用語で言うと、ゼロポイントフィールド側が宇宙霊気で、体内霊気がフォトンの振動数が高い側なのかなっていう感じですね。うんうん、そうですね。うん、やっぱ、その、薄井先生、三河ちゃんが、100年前の人なんで、そうそうそう、まあ、100年前からね、量子力学は出てきてるけども、まだ100年前は全然ね、そうなの、粒なの波なのちょっとおかしくないぐらいのレベルだったので、そうなんです。なんで観測すると違っちゃうのレベル。アインシュタインさんよりも、もうちょっと前の人なんでね、数十年多分前なんで、表現としてはそんな感じ。なるほど。そうなんです。ヨコさんがあれじゃない？この、実は体内霊気と宇宙霊気っていうのは、イコールで、つながるイコール、そこと気づくとかっていう風に。気づく？私たちはもう宇宙霊気のまんまだよっていうこと。それはまた別？話が違う。いや、一緒です、一緒です。うん、っていうことを広げていけばいいんじゃない？そうなんですよ。そうなんですよ。どう言うたらいいんやろ。京大ちゃん先生が話してくれてるこの対談って、うん、頭で理屈で理解したい人向けじゃないですか。うん、で、私ももともと理屈屋さんやから、うん、理屈から入りたいんですよ。で、理屈で納得したいんですけど、うんうんうん、理屈屋さんの人は体感の方がちょっと苦手なんです。うん、そうですね。で、うん、霊気はね、結局ね、技能を習得するようなものなんですよ。辛くない修行みたいな。で、結局まあ、それをやっていくと、まず一番最初に起こってくるのは、五感が研ぎ澄まされる。つまり、考える、思考の方の脳みそばっかり使ってる人が、ちょっとそっちのスイッチをオフにして、味わう、感じるの方をオンにする感じ。そうすると、だん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 私のような、理屈屋さんも、感じる、味わう、エネルギーってこれか、みたいなことが、ちょっとこう、分かり出す。そこがね、体感が伴わへんかったら、こういうね、ゼロポイントフィールドとか、自分の意識波動を高めようっていうのも、何が高い状態なのか、ちょっとピンときにくいっていうか、なんか、こう、食べたことない食べ物の成分だけめっちゃよく分かってるみたいな感じで、そこを語れても、どんな味なん？味わいはどうなん？食べた時どんな感じなん？あなたはそれが好きなの？嫌いなの？美味しいの？ここが分かんないでしょ。ここもね、こう、体感を持って、ああ、はいはいはいって腹落ちさせていくようなものが、その霊気の道というか、その道だな。なるほどね。なるほどね。うん。なので、そういう意味で言うと、その霊気は宗教ではなくて教えがないんですけども、瞑想とかもやらないんですけどね。ま、エネルギーを巡らす呼吸法なんかあるんですけど、これがね、バチってうまいこと言った時は、まるで深い瞑想に入ったような状態にはなります。なので、その時は多分脳波は、アルファ波、しかもミッドアルファとか、場合によっちゃシータ波に行ってると思われるし、いい脳内ホルモン、脳内神経で出てるし、私はめっちゃ出てると思うんですよ。セロトニン、オキシトシン、ベータエンドルフィン系のやつがね。達成感ワクワクの方じゃなくて、ほっこり感というか。ほんでね、ほんまに綺麗に行った時は、明鏡止水っていうような、あるね。うん、そんな感じにはなります。うん。ほんで、究極的にですけどね、私はオタク的に25年やってるんで、それで最近思うのはね、ほんまにほんまにいい状態に、外側の霊気、まあだからゼロポイントと、内側のゼロポイントの状態が発露した時、いいオーラになった時はね、感謝さえも超えてる感じがします。静寂なね。弱滅のね。そうなんです。うん。感謝って、何々に感謝ってことで、感謝する対象があるじゃないですか。あるいは感謝する対象を見てるもう一人の自分がおったりとかね。ただ、自分に感謝って言ってても、自分に感謝って言ってる自分って誰やねんみたいな。ちょっと本当に仏教の禅問答みたいになってきますけど、これがね、本当にワンネスになった時って、
この感謝する対象物さえも溶けてなくなるっていうのか、全部自分じゃないですか。宇宙イコール自分、自分イコール宇宙。そうすると対象物が消えてしまう。だからもう感謝もないような、ものすごい満たされて豊かな、静かな、まさに本当に微細すぎて、ピーっていう感じの、ね、あの瞑想がバチッと決まった時、あの感じに行くんですよ。で、あの感じに行けた状態でね、人にヒーリングしたり、あるいは遠く離れた人に遠隔ヒーリングしたりすると、いわゆるミラクルっていう感じのことが起こったりもするんですよ。必ず行けるわけじゃないんですけど。わかるわかるわかる。そうそう。で、さらに言うと、その周波数を自分が発してそこに存在してる。そうすると多分ね、どこまでかわかんないけど、この辺の大気中も整ってる感じがして。そうですね。そうそうそう。これがね、その、本来の霊気で伝えたいこと。その単なる病気はあかんものとして、それは波動が乱れてる、あるいは低い。だから不調和が起こってる。体の中でその交響楽が綺麗に奏でられていなくて、不協和音。で、不協和音やから聞いてて耳障りがある。これがまあ体調不良のような細胞の状態とすると、これを整えて、綺麗な交響楽の耳障りのいい、調和の取れた音楽のような、そういう新陳代謝のいいサイクルに持っていくのを健康に持っていくヒーリングとすると、それだけでももちろんいいけどね、調子悪い人にとっては。だけど、私たちが生きてる目的って健康になることじゃないんで。そうね。健康になって何すんの、そうだよね。もっと言えば健康じゃなくても何すんの、何かをしたい、味わいたい、体験したい。その時にね、慢性的な疾患が治ってなくても、出す周波数をものすごく整えることが可能なんですよね。その時まず心の状態が変わる。イライラ、くよくよから離れる。静かな穏やかさ、満ち足りた感じ、満足感、充足感。これを持って誰かと会話したり、いい人と時を過ごす。そうすると、めっちゃいい時間が過ごせる。まさにそうですね。今ね、その手当てをして、その場で目の前の方々が、良くなっていくとか、遠隔でもなっていくっていうのも、まさにこう、素粒子って場を形成する場というのが、磁石の周りに何か、磁場ができるみたいな、場って、物理で場って言うんですけど、フィールドって言うんだけど、で、ヨコさんが振動数高い側の霊気の周波数を響かせていって、で、私たちもクライアントさんも空気もソファーも全部素粒子層で見ていくと、電子運って言って、うわーってこう、まあ、顕微鏡でピントをどんどんミクロにしていくと、突然この壁とかソファーが、ドワーってこう、霧のような雲状態になって、だからこの壁を Wi-Fi がこう突き抜けるのも、この電子音状態になってワーってなってるからで、そこに陽子さんが振動数の高い霊気を響かせると、体もただの霧なので、霧に振動数の高い周波数が入れば、その体の振動数が高くなるので、細胞を作る原子も振動数が上がって、で、本来の状態に戻るから、癒し、病気が治るとか起こるし。で、素粒子っていうのは時空を超えるって言われてというか、式があって、で、式に、XYZ と T っていう場所と時間を代入するんですけど、そうこう、過去のことに対しても、遠くのことに対しても、周波数が大事。なので、癒しの周波数も、この素粒子のフォトンだとすると、この時空を超えるのが、ヨコさんが、お幸せでありますようにとか、ご無事で本来の周波数ですよって響きを、スーってこう通すと、時空を超える30年前でも、場所も違うところなのに、まあ、今のことでも、過去のトラウマのことでも、振動数の高い霊気をスーってこう通してあげると、振動数が上がってくる。周波数が大事なので、時間と場所は関係ないので、だからこう癒しが起こる。
ですね。それがこの時空を超えてヒーリングが起こるっていう量子的な仕組みですね。で、陽子さんが成し遂げていきたいこと、ここら辺全部みんなが本来振動数の高い側に持っていけますよっていうことは、非常にね、そのお人のためにとか、みんなが幸せになるようにとか、本質を生きていくっていうのは、ただ健康になればいいだけじゃなくって、本来の自分の周波数を生かしていく、周りの評価からじゃなく、自分のにふさわしい周波数があるから、ということを、どんどんね、陽子さんが活動されてるから、よりこう、地球がより良くなるための周波数ゆえに、ご加護とかご縁とかね、どんどん繋がってくるんですよね。ああ、ね、いきなりそこの話だけど。ちょっとじゃあ、ここまでを、わけわからんようになってきたっていう人きっといっぱいいるから、まとめますね。はい。霊気とは何なのか。これは私もまだ断定できません。うん、けれども、おそらくそのゼロポイントフィールドと呼ばれてたり、そこに満ち満ちている非常に微細な振動数の、ちょっと3次元よりもさらに次元の高い。うんうんうん、この次元の高いっていうのはスピリチュアル用語の次元が高いじゃなくて、物理学の方のですけど、うんうん、そういうエネルギー、これが満ち満ちており、うんうん、これのことを、まあ、霊気と呼んでるのかな、うん、というのが説1、うんうん。で、二つ目の説は、この地球にはね、こう、磁場が、あの、トーラスって言いますけど、多分、ネットで検索してもらったら出てくるかな。S 極、N 極みたいな感じでね、北極と南極で、こう、磁場が形成されていて、ここに流れている、この磁力線というか、これのことかもしれないです。これももちろん、周波数を持ってエネルギーですからね。これちょっと私もまだどっちと断定はできません。でも、まあ、薄井先生は宇宙のどこにでもって言ったんで、この地球の磁場とは言ってないんですけどね。まずこれが宇宙霊気。便宜上呼んでる宇宙霊気。だから私たちのこの体の中の生命活動を担ってる方のエネルギー。まあ、主に食べ物、飲み物。でも、まあ、チャクラっていう言われるところから、多少はね、こう、外側から取り入れている、このエネルギー、これを体内霊気。で、この、それぞれの周波数がね、宇宙霊気の方はともあれ、我々は、気分、感情で周波数が変わるんですよね。そうそうそう、そうね。で、今から言うのはスピ用語やけど、波動高いっていうのは、その愛、感謝、一体感、喜び、至福感、心地いいなーとか、リラックスとか、生きててよかったとか、今日大ちゃん先生と入れて楽しいとか、こういう感じのが、いわゆる波動が高いっていうやつね。まあ、イメージとしては、細やかで、こう、動きも速い、活発みたいな感じに思ってもらったらいいですかね。そうですね。で、まあ、その一方、ドヨンとしてる感じ、もうドヨンっていう言葉が、非常にわかりやすく語ってくれてるけど、なんか、重だるい、しんどい、イラッとくる、で、くよくよして落ち込む、あるいは怖い、怯えてる不安、それから誰かのことをすごく心配してるとか、すごい執着心にまみれてるとか、こういうの大体こう、ネガティブ、って言ったりしますけど、これは、便宜上ね、波動が低いっていう言い方をしてる。ここはまあ、物理学者はこの表現は使わないんだけど、まあ、スピ業界の言葉ですから。まあ、物理で言うと、波動が高い低いではなくて、振動数が高い低いですね。フォトン振動数が高い、フォトン振動数が低いっていうね。そうです、そうです。振動数は周波数を持っているので、ヘルツと表されますね。そうですね。そうですね。ヘルツって聞いたらね、ラジオの周波数とか。そうそうそう。あとはリモコンとか。思いつくものがあると思います。我々の体が発しているものも、そうやって、あなたの体調や気分、感情によって日々変動してるってことです。だから1時間前と今と違うかもしれない。そうね。で、まあこれをね、霊気ではいろんなセルフヒーリングや技法を使ってね、自分をそのご機嫌でいい振動数、周波数、波動に整える。そのまあ割と簡単で手っ取り早い方法です。でまあこの状態に自分を整えた上で、この振動数を誰かに共鳴させると、この人がご病気だったり、どっか調子悪くても、この人もいい感じに、こう、整っていく。
これを物理学用語でコヒーレントって言います。そうですね。うん。さすが。ね、だからそれを見える化。覚えてますね。さすがです。それを見える化すると、素粒子も電子雲っていう雲でしかなくって、わーってなってるエネルギーの波でしかなくて、アインシュタインも物質などないのだと、エネルギーなのだと言ってる、この波のわーってなってるものでしかないから、自分が整った振動、その高い側のエネルギー、波でこう当てると、相手もそのエネルギーが高い側の波で揺れて、その結果物質がこの整った波、体になってるっていうことですね。そうですね。ね、それで今思い出しました、大田先生。よくね、うん、それこそあのスピリチュアル系の本とかいろんなところでね、うん、私たちの本質は愛そのものであり光ですとか、うん、光の集合体ですとか書いてるじゃないですか。うんうんうん、で、まあ、昔の私、うん、結構それ読んで、眉を潜めてたわけですよ。そうそう。うん。こう、宗教的な感じをした、うん。うん。で、今は、私は、その、量子力学を学んでね、うん、物理学的に、まさに私たちはエネルギーの集合体であり、そうそうそう、光であり。そして、エネルギーの正体は、その、あの、光の素粒子、フォトン、なので、そういう意味合いで、まさに光の集合体。そう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 。これが私たちの正体、本質であるっていうのは、間違いじゃないよ、うん。そうですね。っていうふうに、今は納得してるんですよ。さっきの横さんの言葉の中で、はい、3次元、スピリチュアルじゃなく、物理でいう3次元とか4次元とかって話が、補足していいですか？はい、補足したいんですね。スピリチュアルでいう高次元とかっていうのが、私もそれってすごい、ワードが、嫌で、スピで言う高次元ですごい嫌で、あの人次元が低いとかっていう言い回しがすごく嫌で、じゃなくって、物理数学でいう次元っていうのは、本当にこう、縦横高さっていう軸が何本あるかが、縦横だけだと2次元、縦横高さが入ると3次元っていう、で、4次元がそこにもう一個軸が増えるのに、4本目の軸を時間にしたのが軸っていう形だし、だから、4次元、5次元、6次元っていうと、空間の中に空間がまた入ってるみたいな、そういう風に次元が上がっていくのが、数学物理で言う次元が高いっていう表現なので、陽子さんが言う3次元っていうのが縦横高さの日常生活。で、4次元は大体時間のことを指すので、過去のことも未来のことも含めた全部が4次元っていう感覚で、さらにそのミクロの世界、例えば素粒子レベルまで見ちゃうっていうと、違う空間軸になるので、また次元が増えるので、次元が上がる。で、素粒子を生み出す根源側まで見ちゃえば、また軸が増えるので、ゼロポイント側まで見ちゃえば、また次元が上がるっていう意味での、数学物理でいう高次元っていう意味ですね。だから、あの人次元が低いからダメみたいな言い方は、言ってる本人の方が、相手の背景とかね、あの時間軸を見てないので、言ってる本人の方が次元が低いので、スピで言う、次元が高い低いっていうのは、私はちょっと、嫌ですね。いかに？じゃあそこから派生してですけど、霊覚が高いとかっていうのは、あれは、科学で言ったら当てはまるものあります？いろんな周波数帯を知っているっていう、水も苦しいも憎いも許さないも大好きも愛してるよも大丈夫だよもそうだったんだねとかも全部を知ってる、いろんな周波数を経験して体験してる、でいろんな人がいます。ムカついてる人に対してはそれわかるよって言ってそのムカついてる人にも寄り添えるし、でもその人お相手もの本質側ゼロポイントフィールド側を見て本来を開花させる力を持ち合わせてるのが、霊覚が高いっていうイメージかね。なるほどな、そこも次元とちょっと重なってくる感じね。要は、この表面的な大ちゃんしか見れてないのが、その少ない次元しか見れてない。とするならば、過去こんなことがあったからこういうふうに考えるようになった人なのかなとか、で、時間軸が入れば、見る次元が上がってるっていうことですね。なんかね、そこがね、どんどん相手のことが分かってくると、ちょっと偉そうなんですけど、慈悲っていう言葉に私はたどり着く感じがしてるんですよ。まさにね。なんていうか、その上から目線とかではなくね、この人、この人なりにめっちゃ一生懸命生きてきたんやなっていうことを知れば知るほど感じて、そうすると、
愛しくなるっていうか、うん、その人間的な相性としての好きとか嫌いとかとまさにちょっと次元が違う感覚なんですよね。存在が、こんなに頑張ってきたんだ、その結晶が今のこの人なんだっていうところへのね。そうね。で、そう言ってもらえると、こちらもすごく、ああ、なんか理解してくれてるっていうので、癒されたって感じますよね。うん、それが慈悲を受けた愛をもらったっていうふうに。ね、お相手を組んであげてっていうね。うん。やっぱほら、私ももちろんね、相手のことをよく知らないときは、表面的な情報しかキャッチできてなくて、うん、なんなんこの人とか、うん、なんかね、非常識な人やわとか、思って見てるときもあるわけじゃない。でも、その裏側が見えたときに ね、うん。ああってその変わるよね。そう。変わったときに、私が出す、この意識波動、うん、フォトンの振動数が変わるってことですよね。そうね。幅が増えるという、何ヘルツからの幅が増えるっていうね。うんうん、ね、で、そうなると、わかりやすい表現で言うと、雰囲気が変わる。っていうことですよね。まさにこの出してるやつって、私は雰囲気。雰囲気でみんなキャッチできてるんじゃないかと思うんですけど。雰囲気もオーラも全部フォトンですね。まあ同じことを言ってるっていうことですね。優しそうとか怒りっぽいとかっていうフォトンをこちらの体が感じてるのが雰囲気ですね。うん、そうですね。まあ、そうなると本当にね、優しい人っていう言葉もちょっとちゃうかなと思ってて、優しいこのフォトンの振動数を放ってる時間が長いと、あの人は優しいって言われるだけですよね。そういうことですね。ね、うん、その多次元的に見ていたときに、きっとその人の本質のところに優しさがあるかもしれないけど、うね、うん、いろんな辛いことがありすぎたり、こう強くあらねばみたいな、出すぎた結果、この優しさよりも勇ましさとか、他の部分が表に出て、ね、で、表しか知らへん人ここしか見えへんから、なるほどね。ね、そういうことですね。で、こっちの周波数を払って生きてはるっていうね。ね、そんな方にも思ったりします。ね、いやー、なんか、すごくマニアックな、もうこれこの一晩ね、大ちゃん先生と延々と喋り続けてしまいそうなので、ね、ちょっと締めに入りたいんですけど、はいはい、まあ、結局ね、私がね、霊気をなんで教えてるんか、なんで霊気スクールをやってるんか、ここがね、大ちゃん先生とめっちゃ志が似てるなって思ってるんだけど、私はとにかくね、わかりやすく一言で言うなら、霊気は自分をご機嫌な状態に、できるだけ早く、ブレを戻すための便利なツール、技法と思っているんですよ。なるほど。で、まあ、その状態になって、別に趣味に勤しんでもいいし、人をヒーリングしてもいいと思ってるんですよ。で、その状態で来た時に、結局まあ、その人の未来、起こってくる出来事も、100% とは言わないけれども、かなり、変わってくるんじゃないかと思っていて、まあこれをパラレルの意向とは言うかもしれないですけども、で、もちろん出会う人、似た者同士が引き合うので、出会う人も、気の合う人も変わってきますもんね。そうですね。まあその結果、誰と出会うか、誰と時間を過ごすか、で、結局まあ、命って時間なんで、まあ自分の命がどのように、日々生かされていくかが変わっていくかなって思っていてね。で、さっき本来の自分がもうね、自分の中にあって。まあ、それをブレを修正するというか余計なもの、鎧のようなものを剥いでいく、とするなら、それにね、私は霊気はめっちゃ役立つと思ってるんですよ。簡単なんですよ。ほんでね、やっぱね、受講生見てるとその人なりにどんどん本質が出てくるのよ。自分の鎧のようなものが雨雲だとしてね、自分の本質が太陽だとすると、曇り空の日は太陽が差してない。だから太陽がないわけじゃないですか。ね。で、この雲がちょっと晴れてくる。これはまあ、エネルギーの浄化とか言ったりするんですけど、そうすると、だん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 こう、光が漏れ出して。で、雲がゼロにならなくてもいいと思うんですけど、ある程度、光の状態になったら、こんな人生やったら結構いいんじゃないかなって。まさにね。で、あとはこの自分の太陽の光を、
あなたはどこへ向けていきたいですか、うん、もちろん人を癒したい、病気治したいという人もいるだろうし、うん、私はご機嫌な人を増やしたので、うん、ご機嫌な人って結局ね、うん、誰かを攻撃したろうとか、うん、八つ当たりして嘘晴らしたろうってね、あんまり思わないと思ってて、ご機嫌になってくると自然とね、人に親切にしたくなるんじゃないかと思ってるんですよ。まあ、その結果、かっこいい言葉で言うと、愛思いやりが、なんか意識的にやろうとしなくて、こう発動してくる人が増えてね、その結果ね、世の中のこう、こじれにこじれた問題が、するっとね、ほぐれてきますよね。そう。思っていて。ね、まさにね。ほんで、大ちゃん先生、この録画の前に言ってくれてたやん。うん、大ちゃん先生のその、子供の進学塾、うん、学習塾ね、うんうん。頑張れって言うより、楽しいねっていうのを盛り上げてあげたら、もう勝手にみんなやりやすいんや。そうね。で、結果的に成績上がっていくよって。うんうん、そう。だから楽しませてあげたら、もう、子供はみんな、こう、ね、意欲が勝手に出てって言ってくれてたよ。ね、まあ、そんなエネルギーが働いたんかもしれないし、うん。だから本当にもう融和していくね、もう一緒でいいじゃんっていう周波数の結果、物質化現象が壊れていく。ね、そうそう。ですよね。物質、そうですね、うん、現象が変わっていく。そう。起こることが変わっていく。ね、未来が変わっていくってことですよね。ね、うん、そこまでこう、うん、人類の意識が上がっていったら面白い ね。それが見たい世界ですね。うん、ね、まあ生きてる間にそれを成し遂げましょう。おー、ね、おー、ね、まあ、周波数の結果だから、ね、うん、祈り深さとかね、いきますからね。まあだから、私も大ちゃんも、そんな感じで、それぞれ量子力学や、霊気を通して、霊気を、うん、ツールを通しながら、まあ、ご機嫌で、楽しい周波数で、それを味わえる人生。うん、それを送る人、みんなが本来の周波数でね、うん、存在できる。増やしたい。で、ご機嫌な人が増えた時に、まあ、いじめ、うん、うつ病、自死なんかも、まあ自然と減っていくんじゃないかな、とかね。まあ寂しそうな孤独な人にね、ちょっと声かけしたり、そうね。そういう人も増えるかな。ね。それを地球レベルでやりたい。そうそうそう。そうですね。やっていきましょう。日本を超えてね。ね。まあそんなことは思っています。はい。いやー。ね。いやめっちゃ喋ってしまいましたけど、ね。ひとまず、今日はここで終わりましょうか、はい。まだまだね。そうね。いろんなテーマで喋れてしまいそうですけど。うん、はい、ひとまずここで区切ります、ね。はい。ありがとうございます。最後まで見てくださってありがとうございました。あとね、いいねやチャンネル登録も本当に嬉しいです。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、またお会いしましょう。はい。さよなら。今日の内容いかがでしたか？当協会。NPO 法人日本霊気協会では全国主要都市でアチューメント講座を開催しています。初級、中級、上級、まずは初級へお越しください。約半日の、講習を受けていただくと、誰でも才能質に関係なく霊気を使う準備が整います。あとはね、ちょっとコツつかむまで 2,3 ヶ月自宅とかで練習していただく必要はありますが、コツつかんだらね、自分にセルフヒーリングもできるし、ご家族や大切な方、ペットにも、ヒーリングが行えるようになりますよ。あとね、練習会も会場でもやってますし、オンラインでもやっています。オンラインの方はね、オンラインサロンレイキスタっていう名前で自宅で練習していただいたり、こう質問にもね、いろいろお答えしていますし、レイキの疑問や基礎が大体把握できると思います。詳しい説明はね、説明欄、概要欄から見てください。で、 LINE 登録していただいたらね、お得なお知らせ、こちらからお届けします。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございます。またです。